はい、じゃあ龍が如く7続きやっていきたいと思います。行きましょう。まあ、とりあえず進めましょう。こいつら不良なのにちゃんと横断歩道待ってんだちゃんと赤信号止まるんだ。はい、オッケー。はい、レベルアップ。書くな、ケツを書くな。おっと、そこだね。喫茶ポケット。くそ、満席か。おい、あれ見てみろ。菜の花だ。よし、早速問い詰めようぜ。バカ、素直に裏引きを認めるわけねえだろ。問い詰めるのはこっちが証拠をつかんでからだ。ここは元刑事の言うことを聞いとこうぜ。はいはい。すみません、ただいま満席でして。いや、待ち合わせなもんでね。菜の葉の前に座ったな。あの男、裏引き相手なのか。二人の会話が聞ければ証言が取れるかもしれねえな。証言だって、こっからじゃ何にも聞こえねえぞ。カズが、スマホ持ってるな。俺に電話かけろ。わかった。あのすみません、ただいま満席でして。悪いが便所だけ貸してくれねえか。クソ漏れそうだよな。いいだろ。はい、どうぞ。すみません、わざわざ来ていただいて。大丈夫ですか？ずいぶんと疲れたお顔で。最近体の調子が。早速ですが、まずはお金の件を。今金って言ったぞ。あの男が裏引き相手で間違いねえ。待て、受け渡しの瞬間を抑えてからだ。なんとか200万。はあ？残り300万。もしも10日後に結婚します。でもやっぱり。まさかお父さんにと言ったのはあなたですよ。今さら。いえ、お願いします。でもそんなに。そうですね、やっぱりわかるでしょう。でも完璧に。はい、でも父も。え大丈夫ですね。はい。全てがお父さんもあなたも慣れますから。父に会うことは。それはできません。その方がいい。父をお願いします。わかりました。さ、もう行きなさい。なんで女が金を払ったんだ。しかも200万って尋常な額じゃねえぞ。菜の葉さんは何か事件に巻き込まれてるんじゃ。事件ってどんな。
詳しいことは本人に聞いてみるしかねえ。いつぁなあ、悪い。おい、おっさん、謝って済んだら警察はいらねえよな。どうすんだよ、こいつ骨折れちゃってるぞ。んなわけねえだろ。すまねえが俺たちは急いでんだ。時間がねえなら金で解決するしかねえよな。治療費として10万ほどもらおうか。付き合ってらんねえよ。じゃあな。待てやこら。ああ、もう柄の悪い男たち。はい、オッケー。ゴロツキヤクザ永田を倒した。はい、ジョブランカップ。覚えてやれ。とんだ邪魔が入っちまった。菜の葉は。いない。見失っちまったな。どうする？とりあえず店に戻るか。戻ったところで店長に報告できるとは何もねえぞ。できることは。おい。つけてみるか。何かわかるかもしれねえ。社会福祉法人、おそらく介護施設だろうな。随分と風情のある建物だけど。こいつは確か明治時代に建てられた旧財閥系の銀行の建物だ。何十年も前に広域財団が買収したと聞いてはいたがな。日だまりの城か。気品漂ういかにも高級そうな施設だな。確か彼女は親父さんの介護費用を稼ぐためにソープで働いてるって言ってたよな。うん。ってことは親父さんが入所してるのはここかもしれん。じゃあさっき茶店で会ってた男はここの職員か。だとすりゃ何の事件もねえよ。彼女はただ親父の施設料を払っただけだ。どんなに高級な施設だからって200万も現金で支払うか。施設の中で渡すならまだわかるが、喫茶店だぞ。まあそう言われりゃそうだが。喫茶店の会話覚えてるか。彼女はあの男に親父に会わせてほしいと頼んだが、あいつはそれを拒んでた。こちらに菜の葉さんのお父さんが入居してますよね。菜の葉さん、ああ、向こうだ菜の葉さんのことですね。お父様はこちらにご入居ですが、何か。俺ら、その向こうだ菜の葉さんの職場のもんなんだけど、中に入れてくれねえかい。すみませんが、面会は親族のみとなっております。まあ、普通はそうだろうな。いや、面会ってわけじゃねえんだ。実は俺も自分の親父のことで介護施設を探しててよ。菜の葉さんからここが素晴らしいって聞いたんで見学したいなと思ってね。申し訳ございません。当施設では入
居契約が完了するまでは内部に立ち入ることができません。え？内部の様子はホームページにてご確認いただけますので、そちらをご覧になってください。質問もホームページからお受けしていますので。見学さえできねえなんて、いくらなんでもおかしいだろう。姫ランドに戻れ。戻りましょう。こいつやっとこう。はい、OK。サブストーリーあんな。あ、うわ。あ、これ引かれちゃうんだ。今回のやつは、ちゃんと。危な。ダメージでか。気をつけないとな、これ。引かれるんだ、ちゃんと。Excuse me. Can you tell me how to get to the station? あは。なんだって。Can you tell me how to get to the station?大海原へ飛び込め。サブストーリー10。英語か。知っている英語で答えよう。適当にごまかそう。勧誘は結構だ。うん、適当にごまかしてみよう。私英語ダメね。それ日本語や。私英語ダメなんだってば。だってばって。英語も話せないなんて勉強が足りないね。Can you tell me how to get to the station? Go straight and turn right. Go go go. Go your way. Believe yourself. 全然できてねえじゃねえか。一応できてんのか。英語はわかるけど言い方がダメなんだ。すまねえ、英語なんてからっきしで。礼には及びませんよ。でもあれくらいの日常英語くらいはできないとグローバル社会に乗り遅れますよ。グローバル社会、今は世界を股にかけて活動するのが当たり前。僕もそんなインターナショナルなパーソンを目指してこの学校で資格を取得し人間力を磨いているんだ。学校、ああこの建物か。大海原資格学校。そう、僕はこの学校にずっと通っていてね、今までに取得してきた資格はざっと50以上にも上るんだ。 50? マジかよ、すげえな。資格なんて俺一つも持ってねえぜ。それはいけない。今は個の力が重視される時代。資格を取って人間力を磨かないと一流の社会人になれないし将来食いっぱぐれるよ。そうだ、せっかくだから体験してみたらいい。体験？ああ、この学校では今初回講習無料キャンペーンをやっているんだ。無料で人間力を磨ける、興味あるでしょ。まあ確かに少し興味はあるけどよ。なら善は急げだ、ついてきなさいな。さあさあさあ。ああ。へえ、ここが資格学校か。こういうところ初めて来たぜ。ここは資格学校業界の中でもかなりの大手だからね。さあこちらが受付だよ。どうも宮越さん、今日も素敵ですね。なんちゃって。
ちらの方は？この人ですか。この人はその体験レッスンの希望者です。僕がこの僕怒りが勧誘したんですよ。なるほどね。この子の気を引きたいがために俺を紹介したってわけか。たぶんそうなんですか。ご紹介ありがとうございます、イカリさん。いやーなーに、宮越さんのためですから。なんつって。私、本校受付の宮越と申します。よろしくお願いしますね。なあ、俺は春日一番ってんだ。春日さんですね。それでは簡単に本校の説明をさせていただきます。耳の穴かっぽじってよく聞くんだぞ。宮越さんがせっかく説明してくれるんだから、一言一句逃さないように。うるせえな。当校は就職から趣味に至るまであらゆる資格のサポートをしている学校です。資格試験の合格率は業界ナンバーワン。覚悟を決めたら大海原をスローガンに、本気で自分を高めたい人を後押ししています。ほう、合格率ナンバーワンか。すげえじゃねえか。ありがとうございます。ただ我々は単に資格が取れればいい、合格すればいいとは考えていないんです。大切なのは資格取得をする中でいかにその人自身を磨くことができるか、人間力を高めることができるか、そこに主眼を置いた教育を行っています。いくら資格がたくさん取れたとしても人として成長できなければ意味がないと考えているからです。いいこと言うな、宮越さんは。お前ちょっと黙っててくれねえか。まあでもなんとなく分かった。俺も資格が欲しいってわけじゃねえけどよ、人間としてもうちょい成長してえなって思ってたんだ。ありがとうございます。では無料体験をご希望とのことで受けたまわりました。ご準備ができましたら私にお声掛けください。無料体験を始めさせていただきますので。わかった。体験レッスンを受けろ。まあ行こうか。春日さん、無料体験を始めさせていただきます。ご準備はよろしいですか。大丈夫だよ。なあ頼むぜ。それではご案内させていただきますね。資格学校。資格学校は人間力の強化施設です。試験に合格して資格を取得することで、春日の人間力を大幅に上げることができます。初回体験を除き、資格試験を受けるたびに受験料の支払いが発生しやす。どの資格を受験しますか？これしかねえじゃねえかよ。こちらの資格でよろしいですか？これしかねえじゃねえか。頑張ってくださいね。はいよ。試験開始。何？ちょっと待って。スポーツのカーレースに関する問題。四輪自動車のタイヤを横滑りさせながらカーブを曲がることでドリフト走行。野球は攻守2チームに分かれて得点を競う大学の対競技。変化球を使いますが、以下のうち野球に存在しないやつ。ボレー。わからん。トライアスロン3種類に異なるレース。行えないレースは、スウェイ長距離。クロスカントリー。次のうち金属製の球を手に持って遠くに投げ、距離の長さを競う競技。砲丸投げ。バスケットボールコート内にある加工型のゴールポストにボールを入れ得点あるダグがゴールした際投げ入れた選手のうち、3ポイント。読んでると終わっちゃうからな。合格一緒。そんなにかい。胴上げかよ。合格。ありがとうございます。1問目正解。あ、全部正解じゃん。よかったよかった。まあまあ簡単だよな。まだまだね。お疲れ様でした。これで無料体験は終了になります。ふう。初めてにしては上出来じゃないかな。
まあ僕みたいに資格の達人になるにはまだまだ道のりは長いけどね。いちいちうるせえな。やってみていかがでしたか、春日さん。勉強なんてほとんどしたことねえから大変だったけど、なかなか面白かったぜ。身になるっていうか、自分が成長した感じがして気持ちいいな。それは良かったです。人としての成長、人間力の育成こそがうちの学校の目指すところですから、もしよろしければ入学を検討いただけませんでしょうか。うちは入学は無料、取りたい資格があるときにその講座に申し込んでいただく形になります。申し込まなければ料金はかからない。とりあえず入学しといて損はないわけだから入学した方がいいよ。宮越さんのためにもするんだ。さあさあさあ。たく、わかったよ。俺も人間としてもうちょっと成長してみてえからな、試しに入学してみるわ。ありがとうございます。一緒に人間力を伸ばしましょう。春日は大海原資格学校に入学した。受験できる資格が増えました。合格した試験は模擬試験として何度でも無料で受験できるようになります。受けたいコースがありましたらいつでも私に声をかけてくださいね。わかった。だがいろんなコースがあるんだろう。俺何もわからねえ状態だからな。どうしたもんか。あ、そうですよね。何かサポートが必要ですよね。それなら資格取得数50を超える資格のプロのこの僕がサポートして差し上げましょう。お前が？わあ、イカリさんにサポートしていただけるんでしたら本当に助かります。でもいいんですか？もちろん。宮越さんが喜ぶ顔が見れるんでしたら、もじゃもじゃ頭のおっさんのサポートの一つや二つ大したことはありませんよ。なんつって下心丸出しだな。ですが碇さんは資格に関しては下手な職員よりも詳しいのですごく頼りになると思いますよ。まあちょっと癖はあるかもしれませんが。ちょっとね。まあわかった、よろしく頼みますよ、猪狩先輩。任せてくれたまえ。僕が優しくサポートする姿見ていてくださいね、宮口さん。なんつってはい。それじゃあ春日さん、今後ともよろしくお願いしますね。大海原へ飛び込め、遠藤。なるほどね。ご用件は？どれどれ。雑談、雑談は、ああすげえ増えた。一気に増えた。すげえあんだ。めちゃくちゃあんじゃんこれ。まあどっかのタイミングで、よう、どっかのタイミングでがっつりやるか。とりあえず今は帰るけど。車気をつけねえとな、マジでこれ。死ぬぞ。上等回復。あー、よく寝たわ。ん？よくわからん昔の映画に心地いい低音、そして絶妙なシートの硬さに暗い空間、睡眠不足解消にはもってこいだね。だな。大学の授業休校になったらまた来るわ。映画の内容は全然覚えてないけど。あ、それは俺も。名画さ。つうことは昔の映画を上映してる映画館か。うちは安眠施設じゃないってのに失礼しちゃうよ、ほんと。名作なのにな。オールドシネマパラダイス。シャークバカンスで寝れんのか。兄さん、よければ映画見ていきませんか。時代を彩った数々の名作映画を上映していますよ。え？ああ、いや、暗い中で小難しい映画とか見てると俺も眠くなっちまうんだよな。そうなったらなんか申し訳ないっつうか。大丈夫ですよ。古い映画イコール難しい映画ということはありません。
SF や恋愛、サスペンスなど馴染みやすいジャンルの映画だって数多くあるんです。最新の映画に負けずとも劣らないくらいの迫力や手に汗握るシーンの数々がたくさんあります。へえ。CG がない時代の映画なんて本当にセットを大爆発させたりしているので迫力の質も違うんです。それが逆に新鮮っていうか、そんな感覚がきっとあなたを成長させてくれますよ。ああ、そういうもんか。それにしてもあんた本当に映画が好きなんだな。目がキラキラしてるぜ。まあ仮にも名画座の支配人ですからね。今この多様化した時代を生きる人たちに昔の名作映画に触れてもらって少しでも感動を与えられたらと思うんです。忘れられた名作ってちょっと寂しいじゃないですか。エンターテインメントである以上仕方ないことかもしれませんが、時々はそんな映画を思い出してもらいたいんです。なるほど、それでこの名画座ってわけか。はい、この海猫座は老若男女それぞれが感動を体験できる場であってほしいんです。まあ中には眠ってしまわれる人もいますがそうだ、せっかくの機会ですし、ぜひお客さんも見ていってくださいよ。初めてのようですし、初回はサービスしちゃいますよ。え？いいのか？ええ、まずは海猫座の良さを知っていただきたいんです。ただで映画が見られるのか、せっかくだし見ていこうかな。うん、見ていこう。せっかくだし見ていこうかな。かしこまりました。それではご案内いたします。これから上映するのはロボットコックというクッキング系アクション映画の金字塔なんですよ。おつまんなそうですよね。へえ。って、あんたも一緒に見るのかよ。当たり前じゃないですか。好きな時に好きな作品を見られるのが支配人の特権なんですから。あ、そう。この支配人、ただ単に映画館で好きな映画を見たいがためにここに立てたんじゃねえのか。まあそれならそれですごいけどな。さあ始まりますよ。上映中の居眠りなんてもってのほかですからね。素晴らしい映画を制作してくれた方々に敬意を払わないといけません。私から言わせてもらえば、瞬きすらももったいないですよ。おう、うん、やべえとは言いつつこの空間は、そうなんだ、映画館の空間って眠くなるんだよね。なんだか眠たくなってきちまった。だがせっかくの支配人の行為を無下にするわけにもいかねえ。寝ちゃダメだ。私には記憶はない。何のために生まれたのか、家族も友も愛する者もわからない。だがこれだけははっきりとわかる。私は料理のために生きるのだ。料理に生きるサイボーグの活躍を描いた熱い作品か。でも映画館ってなんだか眠くなるんだよな。ねそねそねそ。半開き半開き。なんか誰？睡魔か睡魔か。何ちょっと待って、何いきなり始まって何これ。え、名画座、眠気に打ち勝ち最後まで映画を見よう。これミニゲームなんかい。映画を見ている春日に眠気を送ってくる羊の顔をした睡魔たちをボタンを押して倒す。
反射神経型ゲームです。映画見ろや。映画が終わるまで眠ってしまわなければ成功。最後まで映画を鑑賞できれば、春日も人間として成長できるでしょう。登場キャラクターについて。普通のスイマーは表示されるボタンを押して倒しましょう。連打の表示があるスイマーはボタンを5回押すことで倒せます。鶏頭のキャラクターは回復してくれますが、叩くと怒って眠気を飛ばします。スイマーが出ていない場所のボタンを押すとダメージを受けると。ラッシュ。映画の中では春日が特に眠くなってしまうラッシュ状態が存在します。ラッシュ時では通常より眠気を多く飛ばす、金色のスイマーが登場するので急いで対処しましょう。映画が終わるまでの時間。はいはい、ゲージ。元気を表すゲージ。鑑賞中の映画、現在のスコア。やってみましょう。ああ、すげえあんな。8種類あんのか？ああ、こういうことね。反射神経ゲームだね、まさに。むず。どんどん増えてきたらむずいな。まあでも最初だから簡単になってんでしょうね、ある程度は。ああ、やべやべ。ニワトリはやっちゃダメなんだっけ。寝ちまうかと思ったぜ。ああ、クリア。ファーストステージか。ああ、そうかそうか。まだあんのか。よし。ああ、終わりか。別にいられたね。必殺レオギャラクシーエクストリームフランベ。熱いシーンだっていうのは伝わるんだけどよ、フランベだけに。さっきからこの技ばっかり眠くなってきたな。やっぱ映画館って眠くなるわ。いや、これに限っては作品のせいだよ。ファイナルステージ。ちょっと待って。おいおいお、ああしまった。あ、でも出る場所で大体わかるね、これね。あの角度で出る位置っていうか、まあ、そっか、それで分かり、あ、なるほどね。そこは優しいね。はい、クリア。ようやくラストシーンだな。この味、温かい母さん思い出したぞ。この隠し味は塩だ。塩って隠し味で使うかい。レシピしかと受け継いだ。これからも俺は料理に生きる。家族の思いを受け継いで強くなっていくんだな。ちょっと感動しちまったぜ。嘘つけ。面白かったな。そうつけよ。ランク A なんだこれ。ああ、お手つきな。ニワトリ2回やっちゃったから。ふう、なんとか眠らずに見ることができたな。しかしいい映画だった。映画の良し悪しに古いも新しいもないんだな。ちょっと感動しちまったぜ。この名画座がなければこの先もずっと見ることはなかったんだろうな。た
多様化した時代を生きる人たちに昔の映画を通じて感動を与えたいか。他にも映画やってるみたいだし、これからもまた時間を作って来てみるとするか。今日はありがとうな、支配人。寝てんのかい。お前が寝るんかい。お前が寝るんかーいだよね、これ、ほんと、まさに。はい。で、オフィスアローンって面白そうね。見ていきましょうよ。いいけど、ここの名画座、なぜかいつも眠くなるんだよな。やめとこうかな、もう、ここら辺で。はい。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。